メール送れるようになったっけ、今日仕事の合間に送っとったんよ。さあ、あっちゅー、防犯支援課、そう、こんばんは。ちょっと体力が最上限に突破しまして、ちょっとほにゃんふにゃんってしてたらごめんなさい。あ、ごめんね。大人も、そうね、大人ももになったやん。でも今日は早く配信というか今帰ってきたんだけど、こんばんは。こんばんは。無理しないで、ありがとう。しょうまないね。足短くても大丈夫、ありがとう。やっほやっほ。そう、3時までねダンスせんとね、なんかね、もう JK、 いやまだ JK よ、一応社会人ではない、まだ。あの解禁になっただけで、時間が、あのね、なんかレッスンに行ってその立ち位置を覚えるわけじゃなくて、もうできてるのが、できてるのが当たり前なので、もう絶対に見てきて踊れるようになりましょうぐらいの感じなので、結構久しぶりすぎる立ち位置が多いから、自分の場合もう1年ぶりとかの立ち位置とか覚えてなくて、それをやっとったらちょっと3時までかかってしまいました。今日もそう、ちょっとそれぐらいかかるかな、なので頑張りますね。22時間勤務、そうだよ、驚いてたの。早速送ってくれて、うん、もちろん。これから多分お昼とかにも送っていくね、メール。今日早くありがとう、頑張る。あれよ、お風呂とかでちょっと浸かろうかな、今日。なんかもちゃん以外にも3時までダンス、いや、わかんないわかんない、もうはなんかあんまり記憶力が良くないから時間かかってるだけかもしれない。なんか不器用なんよ、ちょっと。だからリップないじゃん、どこ行ったの。いつも湯船に、そうで冬はだいたい使っとるけど、もう時間が、昨日とか時間がないから使ってない、もうね。もうその時間がダンスした方がいいからっていう時はたり、なんか最近忙しくて、なんかもうほんと家に着くのが、例えば移動とかやったら12時とか過ぎるから、もうその時とかはもう寝たいから、そうだから時間に余裕がある時しか疲れてないかも。床の位置、私も知らない。夢の中でも踊ってる。夢の中はもう覚えてない、夢も見てない。うん、シャワー、でもシャワーが長いんですよね、もともとメイクとか髪が長いので。土日いっぱいやっていっぱい話してね、楽しかったね。
全体に発色がなさすぎて面白いことになって、顔が、いやそう、反発したんかい。もうかは明日は何時に起きるかな。6時半。やばーい。今日より早い。やばーい。頑張ろう。受験絶対3時までには寝る。今日は3時までには絶対終わらす。昨日よりはマシなはず。覚えるやつ。昨日は自主練で、なんで早いの？早いから早いんだよ。もうかもわかんないよ。なんで早いの？電波悪い？ごめんね。なんでやろうか。今寝れないじゃん。うん、まあそういう時もあるんだよ。寝れない時もあるから仕方ない。でもまたその後時間空いたら寝れるから。明日めっちゃ遅いわけじゃないよ、夜が。だから大丈夫。そう、明日朝が早いだけ。若いっていいな。若くてもか、体調はしんどいよ、もちろん。でも頑張らないと本番楽しめないから。そう、電波大丈夫ですか？ごめんなさいね、もし悪い方いたら。はい、おもちゃん寝てる。ありがとう。むしろお誕生日めっちゃ、そう、ちょっと前やけどね、お誕生日自体は。そう、渡したのはこの間。ちょっとね、忙しくて、あの東京にいたから買いに行けなくて、一緒にママと行く時間がなくて、それで遅くなっちゃったんよ。 SOS ホテッドのホテッド47の、あ、そう、ポスターあるよね、あれいいよね。今日見た、私も。おもちゃアバターゲット、お、いいね。今日の機会ってもうね、毎日じゃないよね。いつも何戻るんかな。おもちゃの会社に回線が大変違って、おもちゃあと何とか。そう、もうさ、今すっごいすっごいめっちゃなんかなんかね、顔色悪いってさっきママに言われたんだけど。そう、だからもう顔色もあれかもしれんし、なんかあのメイクしてないからもうやばい、本当に。大人ママさんじゃない、全然顔が。メイクしてない。ちょ、桃のあなたが気に入りなのか、いいね、それ。あの壁を突破、そう、突破しました。唇が多いんですよね、なんか顔の発色一切なくなってるんよ、私今。やばいよね。待って、リップを探してるの。もうね、多分ね、疲れてるから余計に発色なさすぎるんよ。怖い、自分の顔が。やめて、本当に。ねえ、リップがないよ。どこ行ったやん、本当に。リップないじゃん。もう色がないやつすら持ってない今ここに。やばい。
落ち着かなくても嘘だよね。ものしくありがとう。30日までなのでお願いします。土佐弁新鮮。そう、明日はそう、あかりんさんとりこちゃんのお誕生日ですね。うん、親知らずの首決まっとるよ。自分では白と黒どっちだね。でもね、黒好きなんだけど、黒着ると顔が白飛びするよね。上白下黒が好きです。なので、すっぴんでもかわいい、ありがとう。もうちょっと疲れてる顔になっちゃってるのに。別にいいじゃん白飛び。いや、あの写真が本当にね、すごいあのね、白くブワーってなるんよ。なんかもやがかかった感じに撮れるから難しいよね黒は。ファンデーションしようとなるかな。白飛びじゃないか黒ん、いやなんだ分かんないけど、写真撮るのがすごい難しい携帯で。大人になった、待って、大人になったのかな。もう顔が大人じゃない。お昼メールあれだった、新鮮だった。もう4月になると大人の言い訳できないの。顔色でいっぱい、やばい、コンディション悪いよ。あ、白は可愛いけど黒は大人。そうだね、そんな感じのイメージになるね。ミスタードーナツ食べてない、食べてないね。大人になったなって実感したの。でもやっぱ配信とかが大きいかな。そう、あと4月1日にねスーツ着るんよ、あれでお話し会で。だからそれでより思いそうやけど、まだ大人じゃないんよ3月だから。4月ちゃんと学生書にも3月31日まで有効って書いてるので、4月から社会人、3月までは学生、3月までは学割使える。悪いことしてやばい、今もう成人してるから悪いことしてもダメよ。名前もう出るん、出るんじゃない、もうさ18歳からさ成人だからさ、悪いことしても名前出るよね。前は出んかったかもしれんけど、そう映画見ときたいんやけど、もう多分忙しすぎて無理やと思う。20歳なん？じゃあ出ないのかな、成人はしとるのに。いや、やらんよ別に、もうか、もうかそんな今まで悪いことしたことないのに。見たい映画か、なんかあの4月の話なんですけど、なんかマリオのやつ見たい。なんかどういうやつかわかんないんだよね。でもそれはどういうやつなんでしょうか。でもなんか面白そうって思った。
桃が好き、桃が好き。大人な感じがして綺麗な、本当？ありがとう。もーちゃんのもうちょっと悪い、え、ちょっと悪いって何？ちょっとってどれぐらい？もう中に返しない。美味しいよね、本当。めっちゃ美味しい、ほんまに。あれうん、なんかスーパーマリオの映画があるよね、4月やったと思うけど。あ、ニュースにならない程度、何かな、ニュースにならん程度、ニュースに足らん程度やけど悪い、なんやろう、何スーパー走るとかかいしめて、かいしめてくれてる人何人かいる嬉しい。あ、それ悪い、悪いでしょ、子供じゃないよ。でもどう、ちょっとニュースにはならんけど怒られはするぐらいの、まあ迷惑じゃん普通に人と会うとか。夜中にお菓子、それもうめっちゃ可愛い、悪くないよ全然。だって夜中にお菓子食べちゃダメなんて誰も言ってない言ってない。電車の通り桃が挟まってたあのね、家の窓ガラス、いや結構まあニュースにはならんけど悪いよ。悪いっていうかママにめっちゃ怒られるから逆になんか嫌な気がする。走りすぎるって思っちゃう。ああ、メンバーの全員の分ってこと？それはちょっと悪いね一個まで、膝かっくんはまあ大丈夫なら全然ですけど、膝かっくんって地味にやられたら嫌だよね。私もなんかやられた、小学校の時とかにやられたら嫌だったよ。つまみ食いは可愛いよ絶対、家のご飯の弁当のメニューでかい、友達とかとそれは悪いあ、お弁当6個持ち帰る、それはまあダメだね。机隠すはもうダメよ、机隠す、机じゃないよ、靴隠す、ちょっと今アホだった、あのボケ取った、靴隠すはいかんそれ結構悪いこと。お弁当はあれなんですよ、人数分ある時と人数分より余分にある人両方あって、それで余分にあったら全然持って帰る、なんなら持って帰ってくれた方がいいじゃん、そのお弁当も。なんかだから日によるね、しっかり人数分しかない時に持って帰ったら確かにダメだ。ねほこちゃんの褒めしたら、それはダメだ、それはダメだそう、フードロスにつながるんでね。明日誕生日の人のね、あえて一切言うのダメだよ。今日弁当出てないよ、もうね今日はね、コンビニで野菜食べた。お弁当に焦がしないかな。でも結構こまめにお腹、なんかすぐお腹すくタイプなんや。だから食べてちょっと経ったらまた食べたりはするけど、一気に2個は食べないかな。今日ご飯まだ食べてなくてね、今ね、今ひょろってる野菜だけ。うん、なんかね仕事の前にちょろっと食べたんよ、その普通にご飯を。でもう微妙な時間だったから野菜食べたよ。で今はめちゃくちゃお腹すいとってひょろひょろもうひょろひょろ今私の、なんかこうひょーみたいな感じ今私は
もうめっちゃお腹空いてる。お腹空いてるっていうか、多分ね今日はねちょっと体調が悪いんよ、だいぶ。だから今ヒョロヒョロってなってるんだと思う。そうやけんね、なるべく早く寝れるようにダンス頑張ろうと思うわ、夜は。ねえ、そう、早く寝たいけどね、覚えてなかったらね怒られちゃうからね。もう自分が困っちゃうから頑張るよ。そう、これは、これはじゃないな、この後はご飯を食べてお風呂に入って覚えて寝る。そうなんよ、寝るのって大事やん。もう昼まで寝れる日の幸せってやばいよね。みんな頑張ってて偉いよ、ほんと朝起きて。覚える前にお風呂入る。うん、もう今覚えた、もう頭がいろいろ詰め込まれすぎててうわーってなってるから、一回リラックスして、であんま汗かくほど踊らんのね、下が、下というかあのアパートの下の人に申し訳ないから。だからそう、かなり覚えてる。うーん、どうなんだろう。でもなんか下りとか言えないけど、あれだね、やっぱ3公演分あるっていうのが多いかなっていう、そのそれで結構いろいろ覚えることがあるけど、私はとっても楽しみにしているので頑張る。そうね、立ち位置が結構大変な部分はあるかもしれないね。お楽しみに、みんなで頑張ってるので。大きな壁を見ながらは、家に大きな壁じゃないね、鏡がないから、そう見てないかな。こんばんは、こんばんは。テイテイ見た。ああ。おもこいと、瞬間ちょっと入ってるといいね。ね、入ってるといいね。ひな壇のわちゃわちゃね、やりたいよね。やれるよね、多分。このメンバーも家でレッスンしてるんじゃないかな。わかんないけど、多分。何曲も覚えてるのって本当にすごいと思って、ありがとう。春夏秋冬は一予想です、願望も込め。いいねいいねいいね。もうこういった春夏秋冬あるといいな。ひな壇で他のメンバーの曲を踊ろうちゃいたい。いいね、ひな壇あるといいけど、本当に。お楽しみに、楽しみは後にとっておこう。
まだ内緒だよ。今日も会ありがとう。みんな質問はお楽しみに。答えられないこともあるので、まだ内緒に、内緒だよ。うちやおばちゃん。私はまだ口は滑らしちゃダメだからね。私は言わないよ。口固いよ。だって怒られちゃうもん。22時まで配信する。自分の体調で決めようかなって思ったけど、どうしよう。秘密のことは、そうね、まだ言えないことがあるから、確かにまだ気をつけないか。口も硬くない？いや、前から硬いよ。そんな、無理しないで。ありがとう。無理しないよ。無理というか、今はするけど、また休める時間になったら休みます。もう今はね、頑張らんと間に合わないって。練習はね、もうね、あのね、一昨日ぐらいから始まったから、つめつめです。つめつめなので、もう一日にバーってやるので、その分全部前の日に覚えなきゃいけないから、ちょっと大変だけど、そうなんや。割とハード、そうやね、最近ちょっとあれやね、忙しかったけん、他のその6周年とかの練習以外とかで、お仕事では結構香川移動して東京行って帰ってきてまた東京行くみたいなことがあったから、なかなかね、練習みんなでできなかったね。目のトラン具合でどのぐらい眠いのか分からなくて、嘘。もちゃんのアバターもらえないの？頑張れ頑張れっていうか、当たれ。東京使いになった？よかったよかった。決済いつまでだっけ？桃の収穫さんは30日までかな。みんな質問攻めは内緒。言えないこともあるからね。言えることは言うけどね、内緒。またあのコンサート終わってからいろいろ練習のこととかも話すからね、今はまだ内緒にしとくよ。
こうアニメね見れてないね。そうでもちょっと短い YouTube とかは見るようにしてる。もしかしたらあら、当日まで枠、うん、当日まで、当日というかまた全部終わってからイベント裏話とかあれば話すね。でも今裏話っていうかずっと、うん、集中モードだからあれだけどそう、確かにちゃんと覚えとかんとね頭に。もう今は立ち位置しか入ってなくて頭にこうやって入れなきゃ。もうどうしよう、あっけあっけ、春アニメが始まる頃に。そうだね、また多分ね、でも分かんないけどまだその6周年が終わったら多分そんなにもう毎日徹夜せないかんってことはないと思う。忙しかったとしてもその急に何か覚えなきゃいけないってものはもうすぐにはないと思うから、まだ多分その時は戻っちゃった。そうちょっと今ね頭がねもうね、あーいっぱい糖分きた、糖分あれだからそれで、そうねリハーサルでよくねとんなんかすごいとんでもない間違いしちゃうんだけど、なんかね本番はね今んとこ大丈夫。でもなんか今も大変だけど僕声のわー当分ありがとう脳に与えるわありがとうブドウ糖くれて当分が、ももさんで、そうももさんで、今日はでもまだ9時とかだから、そう今日は本当は10時からの配信の予定だったんだけど自分の中で、でも結構今日は早くっていうか予想よりはお家に早く着いたから9時からにできるようになったけど、また僕恋のやつをもう覚えるのが一番大変だったので、覚えるっていうとだからそう考えたらね、そう考えたら頑張れるあの時は大変だったって思った。メールはねそう、もうみんな22時までない、もう年齢とか関係なく。あでもえそうよね、あれ私待って幼稚園じゃないわ中学生の時何時までだったっけ、メール10時までだったよね多分。昨日そう一応22時超えしたけどまだしてないと思っててください。またした時にイエーイって言いましょうあしたもしないかも22時超えないかも、その配信自体は全然するんですけど、当分がありがとうよ、当分くれて幼稚園でも本当に、ね、今日言ってることがねもうなんかねもう分からんなってきた、楽しみにしとってな。中学の時8時までやったっけ、覚えてないや、もうまあはももちゃん、10時超えたらももさん頭が変なこと言ってないかもしれない。ありがとう、
3月30日まで。45分ぐらいに読んでメール送ろうかな。どうしようかな。ももさんが来る日を待っててください。またウェイって言ってください。まだ10時以降配信してないって、ね、まあ、1分しかしてない。ももさんメール、あ、もうももさんメール、あ、確かにももさんいいですよ。22時過ぎて寝てる。桃さんキャラで話さなきゃいけない、やばい。ごきげんよう。おほほ。やあ面白い。仮眠して朝も、そうだね、仮眠は大事。収穫してありがとう。今日はね、何時間レッスンだったんだろう。多分、どうやろう、休み時間もあるけど10、11時間ちょっとぐらいあったかも。頑張ったよー。あ、でも全然その中で休み時間はあります。あのお昼とか夜とかあって、全部そのずっと踊っとるわけじゃないよ全然。そうだからなくなった。そう、休み時間プラスでってことです。そうそう。でもずっと同じ部屋にいるとなんかあの閉じ込められた気分になるから、たまに外の空気を吸う。でもあのスーパーに買いに行ったりしたよお昼。そうそうそう、わかる。なんかずっとさ家とかにさ一日中いたらさ、なんかね、そんな感じするよね。レッスンだとさね、レッスンだとね買いにくいんよね。そうね、ずっと会社にいてそう疲れるでしょ。多分同じ部屋にいると疲れるんだよね人間は。みんなもお疲れ。今日は平日だからね、みんなもよく頑張ってるよ。頑張って偉いね偉いね、今日も頑張って。もう偉い、ありがとう。そう、でも今日めっちゃ天気良かったよね。あ、でも広島がかもしれんけど、すごい天気が良くてね、なんか自分の好きな天気だった今日は。今日は全国天気が良かったのかしら。ちゃんと寝てる。うん、偉いね。花見日和だった。いいね、花見したいな。ピクニック
都がそう晴れるとね、あ、関東は晴れてなかったんか。そっかそっか、昼間晴れとったの。褒められて嬉しい、ほんまに。東京と昨日、あ、そっかそっか、明日は晴れるといいね。曇り？なんか雨とか降ったら気持ちもドヨーンってするよね、雨って。やちゃん砂の中にずっといるよ。あ、そう、花粉症のね方は確かに。あれやね、土日も買い物、そうだね、晴れて欲しかったよね。こんばんは、こんばんは。こんばんは。小動物かます？眠たくはないよ、全然全然。逆にね、いろいろ頭で考えてる一日っていうか、覚えてる一日やったけん、そう、脳はね起きてます、めっちゃそう。では読んでからメールを送ろうかね。ありがとね、急に始めちゃってごめんね。ではダンス練習頑張ります、ありがとう。アピアノピさん、ハートの星ありがとう。シータピンさん、お花ありがとう。リクンさん、桜餅ありがとう。マボルシさん、あたありがとう。アピアノピさん、あたありがとう。たさん、桜餅ありがとう。マピアノピさん、桜餅ありがとう。ドラゴンさん、桜餅ありがとう。ミミンさん、タコちゃんありがとう。テスティンさん、ハットの星ありがとう。ミミンさん、桜ありがとう。現場監督さん、桜ありがとう。たさん、ハットの風船ありがとう。テスティンさん、桜餅ありがとう。福ちゃん、桜餅ありがとう。10歳のタルモさん、ありがとう。12のケイスティンさん、ありがとう。栄養とって寝るね、無理しないの、ね、お前めっちゃ心配、ありがとう。11の福ちゃん、ありがとう。ダンスの練習頑張ってね。お話しくてほしい、それな、楽しみにしてるね。10位のアピアノピさん、ありがとう。練習ファイトずっとしてるね、応援ありがとう。頑張るね。キリの高いのたくさん、ありがとう。8位のフミヤとマークウフフさん、ありがとう。7位のピノさん、ありがとう。6位のタクアンさん、ありがとう。5位のコウスケさん、ありがとう。4位のタさん、ありがとう。お母さんにプレゼント、私のあれらいのプレゼントはないやりたかっただけです、ごめんなさい。3位のドラガンさん、ありがとう。毎日頑張るももちゃん大好き、はい、ありがとう。もかもよん。2位の現場監督さん、ありがとう。もっちゃんもももさんも大好きな、ももありがとう。両方好きでいてね。あって、2位のごめんね、間違えちゃった。トシさん、ありがとう。ももかし返すのも期間じゃ、好きでももかが一番大事、大好き、ありがとう。
読めてたかな、みんなのこと大丈夫かな、ちょっと今ぼやってなってるかな頭が大丈夫かしら。今日もありがとよじゃあメール送るね。また明日。今日もお疲れ様。おやすみ。バイバーイ。おやすみなさい。